大阪でお母さんが雀荘してて、そこのお客さんやってヒコロヒーが。あ、そうなんだ。そうそう、だから私よりも先にお母さんの方がヒコロヒーと出会ってんのよ。しかもさ、そこの雀荘結構芸人めっちゃいてて、かまいたちさんとかも濱家さんとかもいてたし、はい、見取り図のリリーさんとか、粗品、ヒコロヒー、だからその人らみんな私よりお母さんの方が知ってんのだお母さんがしょっちゅう LINE くんの、霜降りがなんか ABC お笑いグランプリ撮った時も粗品さん優勝したみたいな、なんか大切なお客さんが、そうそうそう大切なお客さん優勝した